さんとか友達とか。はい、優しいあったけーす。周りの人ね、そんな感じ。あの、アスカワの、うん、どこが好きですか？どこが好きか、私と真逆なとこじゃない？真逆？なんかないもん持ってるところが素敵だなとは思いますね。例えば？あ、プラス思考、思ったこと口に出すとか。確かに。はい。そこだけ？え、そこだけ？ああ、服可愛いんじゃないですか？服だけ？服だけが可愛い。だってなんか切り抜きで見たけど、うん、楓先輩に会うためになんかリップ塗ったって言ったけど、うん、前塗ってなかったよ。ね、塗ったよ！塗ってなかった！塗ったもん！塗った！見えてないかもしれないけど、星川は薄く塗ったんです。まずなかったよ。コテコテに塗るのはなんか変だなって思って、ちょっと薄めのリップ塗ったんです。なんで分かってくれないんですか、そこ。塗ったもん！楓先輩、時間しかね。ちょっと待ってね、認めて塗ったんです。星川はマスクの下ゴテゴテの赤ついてたら変じゃん。だってちょっと薄めで塗ったんですよ。いや別にマスクについてても可愛いやん。可愛くしてくれてることが嬉しいんやから。いえ、だってそれからご飯食べる予定だったじゃないですか。カン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 。続きは裏でやっていただいて。めっちゃ喧嘩みたいだった。